パンが乾燥して固くなっちゃってる。そういう時はフードストッカーが便利だよ。7リットルの容量があるから、パンとクッキーとビスケットと小麦粉とたくさん入るね、うん、お米とか入れてもいいかもね。蓋をして真空ボタンを押して1分から3分で真空状態になって酸化を抑えるんだ。真空しっかり密閉するから湿気や乾燥も予防するし虫も入らないんだ。 USB 充電式で最大約3週間キープできるんだ。窓がついてるから中に何が入ってるか分かるのもいいよね。開けたい時はボタンを押すと解除されるんだ。ボタンが出てきた。このパンでフレンチトーストを作るね。さすが